宇宙ニュース第4弾ということでこれまで話した第3弾よりもかなり大規模なニュースでございますこれは宇宙開発にとってはまた第一歩になったんじゃないかなということで、えー、なんと、えー、我々が生きている間私たちが生きている間になんと超新星爆発が、ねえー、起きましたよということで、えー、ベテルギウスが、ね、超新星爆発がマジかと言われてたんですけども 一応研究結果の中では、えー、あと1万年くらい、えーまあ、生き延びられるんじゃないかと言われてるわけですね。じゃあなんで今回超新星爆発がこう起きたんだということなんですけどもそれも含めて、えー、話していこうかなと思います。えー、今回ハワイ島のですね、えー、ケックという天文台というところがあるんですけどもここで えー、発表がなされまして、超新星爆発で、えー、このリアルタイムでの観測がこれが行われたと、これは史上初ということになりますね。観測史上初、超新星爆発を捉えることに成功,する成功したということですねで、えー。ちなみになんですけど、室町時代、カニ星雲っていうのが今あるんですけども、このカニ星雲が、えー、超新星爆発を引き起こしたのが大体日本で室町時代のことらしい,らしいんですよね。 まあなのでその時っていうのはまだカメラとかっていう機能は全くなかったんで、まあ、結局かん、えー、このカメラが発達したのは江戸時代後期からということになりまして、えー、この宇宙開発についてはですね、えー、まあ大体大正時代から昭和初期からまあ発達していくことになるわけなんですけども、えー、まだこの時には超新星爆発っていうのは捉えることはできなかったんですね。 なんですけどもここを今にわたって、えー、今やっと超新星爆発が引き起こしたということですね、えー、このときのです、ね、回転のこうあれ見,見ていきますと回転する赤色巨星の周囲にガスが立ち上っているとで炎のようなものが上がりまして巨勢全体が、えー、強い光を放った後爆発する様子などが映っているということです。 えー、このケック天文台では、えー、ブーン天文学者が、えー、リアルタイムで赤色矯正の最後を捉えたと、超新星になるまでの130日間の間に、えー、星の爆発の全長を観測したということで、えー、こちらケック天文台やハワイ大学の天文学研究所の望遠鏡で観測したということです。えー、このアーストロフィジカル・ジャーナルで発表された論文のです、ねえー、筆頭記者、 アメリカカリフォルニア大学バークリ校の研究員ウェ、えー、イ・ジェイコブソン・ガラン氏はこれはですね、女、え、性、ー、が最後を迎える直前に何が起きているのかを、えー、理解する上での大きな発見になったということです。 で今回、えー、赤色巨星が超新星になる、えー、直前の様子の直接観測は通常の新型超新星ではこれまでされたことはありませんでした。なので初めて赤色巨星の、えー、爆発を観測したのですと強調されております。そしてこの超新星は 2020TLF、えー、というふうに名付けられました、えー。研究チームによりますとこの赤色巨星は地球から1億2000万光年離れた銀河 NGC5731 に位置しまして、 爆発前のの質量は太陽の10倍だったということです。これまで爆発前に観測された、えー、全ての赤色矯正は激しい噴火や光の放出が確認されず比較的活発だったということです。しかし2022年、えー、2020TLF の観測による今回の発見は、えー、爆発直前の赤色発 赤色巨星の活動に関するこれまでの知見を覆いし内部で何らかの大きな変化が起きている赤色巨星があるものを示したということになりますね。ということでこの赤色巨星が新潟超新星として爆発したということでこれは超新星爆発のこの歴史を見ていく中では史上初という快、ね、挙になるわけですね。 これがリアルタイムでね、えー、観測できたっていうのはね、えー、これ以降宇宙開発また地球がどのように出てきてきたのかとか太陽のこう、えー、まあその歴史とかっていうこともね、えー、さらにこう紐解いていく材料になるんじゃないかなということでね、えー、この超新星爆発をね、えー、観測できたっていうことは間違いなく、えー、まあ次この宇宙科学に役,ず役立つものだと個人的には思っております。 ということで、今回のね、超新星爆発のこのニュースは、私のみならず、えー、まあ宇宙マニア、宇宙オタク、宇宙ファンが、えー、とても強圧するような展開。またね、NASA とか、えー、NASA ですとかね、ザクサですとか、まあ、このあたりも、えー、興奮、えー、じみた、まあ、そういった一日だったんじゃないかなということで、で、この超新星が大体確認されたのが去年の10月あたりらしいです。 え全長が見られたということで、この辺りからまあ撮影し始めまして、今に至ってえまあ発表されたということでね。 まあ、130日というね、えー、まあ、宇宙周期で見たら短い日にちなんですけども、この瞬間で、まあ、捉えられたということです。で、ちなみに、この超新星爆発、距離が離れていますので、高速で例えるのあれば、えー、1万年前か、まあ、そのくらい1万5千年前かのですね、えー、超新星爆発が今、光として届いているということになるかと思います。ご視聴ありがとうございます。